はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。和幸様、和佐之助様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金賛成いただきたいと思います。チャンネル登録、メール登録よろしくお願いいたします。河野太郎裁判、裁判所に前日ドタキャンされ、各所に多大なご迷惑おかけいたしました。裁判官3人もいるんだから、1人倒れてもね、残りの2人で進めればいいのになと思いますけれども、倒れたのが裁判長とかだったらまああれなんですけれども、それと大阪懇親会、メール党員限定大阪懇親会ですけれども、おかげさまで残り枠が残りわずかです、参加ご検討されている方はお早めにご応募ください。よろしくお願いいたします。週刊文春最終予測、自民党50人落選で247人から197人、過半数は233人なんで全然足りませんね、あとあの公明も最低で17人って言ってましたんで、これ足してもですね、まあ214人とかなって、どっかから20人ばかり持ってこないといけないですね。国民に大人気の石破さんだったのにどうして、世論です。人気1位のあれなんだったの。マスコミはこうなるの分かってて石破を押したんじゃ。選挙考えたら進次郎にしとけばよかったのにな。進次郎が凱旋でキャーキャー言われてるの見ると、あれでよかった説あるよな。選対としての今回の無能っぷり見るとどうだかな。いや厳しいっす。自民党を終わらせる男だよ、進次郎は。何を勘違いして解散なんかしたんだ。全くだよね、来年の10月までやれたのにね。あれだけ生きてた割に党内にヘコヘコしまくってんの握手やろ、組閣で積むレベルで人望がないそうなん、総理の顔って意味では最近でもワーストクラス、マジで、自民のやつらは石破で選挙勝てると思ってたんやろか。味方を後ろから撃つようなやつに人気があってたまるかと、ローマ帝国の最後はですね、名高いローマ水道、外部から水引き入れてた水道を破壊されて孤立して滅びました、今川家は信長が奇襲かけてると、かけてくると知らずに滅びましたね、武田軍はですね、鉄砲の威力知らずに滅びましたよね。鳥取城は秀吉が水攻め、周り全部水で土手築いて川の水引き入れてすると知らずに落ちましたよね。敵が水道を攻めると知らなかったでしょうね、ローマはね、ルイ王朝とロシア皇帝は国民が武器を取るほど飢えてると知らずに滅びましたね。大体敗戦や滅びる原因って知らなかった、情報不足が原因と考えるんですけど、石破がこんなに不人気とは知らなかった。石破の顔で選挙勝てると思った議員、自民党議員が半分とちょっといた、これが敗因でしょうね。こうなっちゃってるのね、総裁選の結果は石破215票、高市さん194票だったんで、たった12人の自民党議員がですね、マスゴミ持ち上げるほど石破人気ないなって気がついてですね、高市さんに投票すれば逆転してこんなことにはなってませんでした。まあしゃあないんじゃないですか。真実が見えない情報弱者は負けるのが世の定めだしね、賢い者に愚かな者が負けるのは世の定め、強い者に弱い者が負けるのは世の定め、情報弱者って時点でもう負けてるも同然なんだよな、テレビしか見ないって、テレビ新聞しか情報源がない、人とよ、ネットも見て、いろいろ調べてるって人勝てるわけないね、党員票は高市さんが1位でしたよね。つまり自民党議員よりも自民党員の方が目が見えていたってことじゃないですかね。まあバカには退場してもらいましょうね。石破総理が招いた保守層の離反、かつて安倍総理を国賊と批判し党役職停止処分を受けた村上誠一郎を総務大臣に抜擢、旧安倍派狙い撃ちして非公認比例復活不可処分、東京下町の、町工場社長、今回は地元の自民党議員に入れるのやめた、安倍さんの恩を
あだで返した、決選投票で石破に入れたことがバレた旧安倍派議員が愛想尽かされたみたいであります。高市はいや党員票1位に入れるっていう約束破ってですね、石破に入れた岸田の地元の広島県は高市さんが最多票を獲得したんですね。世論です。うちの選挙区のバカは石田に入れたと言ってたから絶対に入れない、だからゲルはやめろと、あれほど完全に離れたよな。これまでの苦境は石破のせいというより岸田のせいだな。岩盤支持層は岸田の時点でかなり逃げてた。ゲルで決定的になった。村上で完全にダメ押しされた。味方を後ろから打って野党支持者とマスゴミのに持ち上げられて、自分が総裁になった時に彼らから支持されると思ったのかな。打ってた、今まで打ってた自民党議員から支持される、不人気ゲルを担いでキングメーカー気取りの岸田の政治センスのなさに呆れ果てる。だいたい石破本人も裏金問題あるくせに安倍派だけ処分して済むと思ってんだからアホすぎるわ。いよいよ自公過半数割れが見えてきた。政策はともかく人間性が本当にダメ、人間性が本当にダメ、記事内容は石破を見落とす、見放す保守層って内容でしたけれども、岸田になった時とっくに見放してましたよ。バカでどうしようもないって、そのバカでどうしようもないですね、不人気低支持路線を石破が踏襲するって聞いた時は耳疑いましたね。私、不人気路線から変わった感出さないのかと、岸田も石破も政治センスゼロでマスゴミにたやすく踊らされ今の状態ですね。岸田と石破を担ぐ自民議員もバカでどうしようもないですね、バカな弱者は滅びるのが世の定めですね。50人減らして200人切ろうと自業自得だから受け入れろ、だいたいですね、安倍総理選挙6連勝なんだわさ。だ、世の中は安倍総理路線がいいんだ、それが正解なんだってわかんないのかね、わかんないのかね、安倍総理だって自民党議員が過半数、自民党議員の過半数が安倍総理路線なら選挙勝てんな、思ってたからついてったわけでして、それをですね、自分カラーにしましょうなんて野望を抱いて、まあ、岸田ですけど、不人気、低支持率、ずーっと続けてたバカなんですよ。岸田も石破も。安倍路線で良かったんだよ。選挙6連勝したんだからさ。本当バカだなと思って。自民党本部、党勢拡大のため、各支部に2000万円配布。裏金非公認議員8人が支部長を務める支部にも一律配布。新聞赤旗、非公認議員にも2000万円。マスゴミもこぞって大騒ぎと。東京21区に、無所属立候補している小田原清志候補、非公認になっちゃったね、頼んでもないのに勝手に振り込まれてきて今になって政治資金と言われても困惑するだけです。私は返すつもりですと、世論です。言い訳する前に言えよ。その返金も嘘にしか聞こえない。入金後2週間も経ってからそんなこと言われてもバレて、言い訳バレなかったらそのままだっただろう。逆ギレ受けるんだけど、自民本部の誰がこの決定したか徹底的に突き止めろ。無所属なのに政党支部の代表なのがわけわからんわ、本当ですね、わけわからんですね。どうせ黙って頂戴するつもりだったくせに、非公認だけど自民党員ではあるってやつかな。公認候補には公認料として500万円、活動費として1500万円なんだって。で、非公認には活動費として2000万円入金したんだって。ばっかやな、せめて活動費1500にして、差つければ、言い訳できたかもしれないですよね。非公認には活動費1500だけ上げて、これ500万円の公認料はあげませんよって、差つければ格好つけてできた、党勢拡大のため自民党員なんでまだ、言うことで支部長なんでってことで、言い訳できたかもしれないけど、バカですね、こういうとこはつくづくバカっていうか今の自民党執行部ね、バカですね。同じく非公認なのに2000万円入金されてた
萩生田光一候補、入金は報道で知った、ありがた迷惑だ、返金について党と協議する。入金知らなかったみたいですよ。本人も知らなかった入金を赤旗がいち早く知ってる事実にですね、自民党内にスパイがいるのではと話題になっておりました。世論です。これは絶対に犯人探しをすべき、これを赤旗に漏らした自民党関係者がいる。共産党のスパイが自民党に潜り込んでる。安倍派を殲滅させたい幹部周辺が意図的にリークしたとか。森かけ桜も発端は赤旗だし、ヨシフには勝ってもらわないと困る。ヨシフに勝つ、つまり萩生田さんが勝つってもらわないと困る。陰謀論っぽいがあまりにできすぎた流れ、誰が一番得すんだろう。萩生田さんが落選して喜ぶ自民関係者って誰。石破と森山がクズだということは明らかだが、漏らしたの岸田じゃないかな感ですけどね。目的は安倍派つぶしと石破おろしの一石二鳥狙いでね。当選落選が多ければ石破おろせんなのね。石破が消えれば自分にまだ出番があると思ってるところがバカ丸出しなんですけどね。もしそうだとしたら、和歌山2区自民党公認候補の二階三男に殴り込んでる世耕さん、森山幹事長79歳、党の公認候補に対抗して立候補したわけですから、当選しても復党させません。まあ党に逆らう行為だってみなしてるわけでね。世論です。選挙が終わったらお前幹事長じゃなくなるから決められないぞ。200切るかもしれないのにそんなん言ってる場合か。二階の50億は引退で踏み倒すのに、二階の50億って何すかこれ。二階に切りだって発言してんのか。過半数割れで頭下げて戻ってきてくださいって言うようになるんじゃないの。なぜこのじいさんは嫌われる努力をするのだろう。初めは徹底した安倍派潰しって思ったんですけど、まあ二階三男がですね、比例復活したら一枠に二人ってなりますからね。そうなったら次はですね、どっちかに予想移ってくんないってなって、もらうようになっちゃうし、まあ副党ダメよ、わかんなくもないな。三男が比例復活できずにですね、浪人になってもですね、今後は当選した世耕を応援するからお前どっか言えっては言えないでしょ、放り出すのは。こいつは地盤しか誇れるもんないから、よそ行って通用するとも思えないしね。世耕さんならよそ行っても大丈夫っぽいけどね。まあ選挙大半の責任取って森山は幹事長じゃなくなる予定だから、今のうちは何でも言いたいことを言ってなさいな。共産党投票日前、前々日の25日前々に、選挙に勝利するための緊急募金へのご協力を訴えます。って選挙のためというふうには遅すぎんじゃねえのって、話題になっておりました。世論です。あさってで終わるけど今頃何に使うの。今から選挙資金集めて遅すぎんだろ。金を手にしたお前らが勝利するだけやんか。政治には金がかかる発言を批判してたくせに手のひら返し。この口で企業団体献金禁止とか言ってるの草。こいつらいつも金の無心してるよな。いつも金言って。一体何に金使ってんのお前ら。共産党なんて政治資金の 99% が迂回献金だよ。共産党は助成金をもらってないから収支報告書の提出義務がない。共産党は政治団体の収支報告書は出してるみたいですけど、それよりもっともっと厳しいですね。政党の収支出せないんですよね。中共からの入金とか、辺野古の活動家の日当の出金とか、かけない金いっぱいありますからね。政党収支を出せないから政党助成金ももらえないんですよ。あいつらはですね、党を堕落させる政党助成金は受け取りませんなんて、かっこつけてっけどね。受け取らないのと受け取れないのは大違いでしょ。宿題やらないのと宿題やれないっていうのは大違いですよね。共産党国民民主の所得税減税案を、財源を示さず無責任などと批判。お前ら財源一切示さず消費税廃止とか言ってるけど、それはいいのかって。世論です。お前らは財源も対案も関係なしに減税を主張しているだろう。大丈夫、共産党だけには投票しないから。無責任さではお前らに勝てるとこないよ。めちゃくちゃ言いまくってる代表が何言ってんの。無責任さではお前らには勝てん。福祉減らして若者助けるとか言ったら見直すが、高齢者頼みの共産党はそんなこと言うわけないもんな。共産党って消費税ゼロ掲げてなかった？それも財源あるの？税率下げてもう
景気が良くなって税収上がることがあるんだぜ。そんな理屈を共産党が理解できるわけないだろう。消費税上げるたんびにですね、総税収は下がったんですよ。だから消費税下げれば総税収は上がると予想されますね。財源どうすんだ、言われますけど、大丈夫、総税収上がっから、いうのが答えです。スイス、ベルン大学、左翼は嘘とデマを用いて社会混乱、秩序崩壊に、勤しむ者たちで、それによる階級破壊に乗じて社会的立場を上げるためにやってる革新犯なので、いくら論破してもやめることはないと。もともと共産党は嘘とデマが武器なんですよ。自分らはですね、財源なしに消費税廃止って言っていいが、よそはダメっていうね、のが共産党。多くの人を騙して権力を握った後にですね、騙したなっていうやつは粛清すればいいと思ってから、良心のかけらもないのが共産党ですよ。これ議会で言ったら、たった7人の議員の賛成で懲罰委員会にかけられちゃいましたけれどもね。そのうち一人がですね、今維新から立候補している根性も性格も最悪の長野博子でして、今日の単身です。レプリコンワクチンと戦う光の戦士、グーグラス原口和弘を明治ファルマが提訴、非科学的根拠、看過できない、たとえ議員であっても法的措置を検討って言ってましたから、やるやる詐欺でなくて本気だったんですね。選挙終盤の大事な時期にタイミングバッチリですね。狙ったんでしょうかね。一般企業が野党議員を民事の名誉毀損で訴えたって報道はするのに、テレビ報道するのに、現役大臣が一般人を同じ民事の名誉毀損で訴えたっての報道しないのはなぜと。まあ答えは中国共産党の犬仲間でかばいやってるって話なんですけどね。菅直人の後釜として立憲から立候補中の松下玲子、大変なことになりました。最新の調査でかなり負けてると報告されました。ツイッターで報告、元ツイートが表示されて気がつきましたけれども、私ブロックされてました松下玲子に、武蔵野市長選はダブルスコアで勝ったからいけるって思ったんでしょうね。東京18区は武蔵野市だけでなくてですね、小金井市と西東京市なんで、そっちの人気がイメージでうまくいかなかったみたいですね。外国人住民条例導入しようとして失敗した菅直人の弟子は危険なんで、比例復活できないレベルで負けてほしいなぁ。ジュースや砂糖入りコーヒーなど飲料で砂糖を摂取している人はうつ病リスクがプラス 3%、 ブラックコーヒーやお茶などノンシュガー飲料を常用している人のうつ病リスクは 2% 低下するそうであります。知らんかった。じゃあさ、ブラックコーヒー飲みながら甘いものバクバク食ったらどうなんでしょうね。やっぱりリスク高まるんですかね。砂糖入りコーヒー飲んでるのと同じ効果になっちゃってね。ピザやポテト、ドーナツやケーキなど中毒性のある、もうたまに無性に食いたくなるみたいな、食物の共通点はですね、糖分と油分だそうであります。炭水化物、でんぷん、炭水化物、あれね、糖の一種なんですよ、炭水化物って。お米も小麦も分子を細かく細かく切っていくと最後にはブドウ糖になるんですよ。と油分だそうであります。そういえばケーキにもバターたっぷり入ってたりしますもんね。ほぼ糖分だけの和菓子って中毒になりにくいんですかね。教えて詳しい人。そういえばポテチも油と炭水化物、芋だもんね。ピザも油たっぷりですよね。よくわかんないけど。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。